久保さんと鎌田さんの腹黒トークが面白すぎる。日本サッカー協会の公式 YouTube チャンネル、JFATV で、チームカムの最新回が配信。鎌田大地と久保建英がサッカー談義を交わした。鎌田が、多分俺と建英、サッカー感とかの考え方も似ていると思う、と切り出し。サッカーで活躍したいっていう、だから、別にそんなにテレビに出たりとか、そういうのはせえへん、という意見に、久保も、そうですね、と同調する。久保、この人はブラックな人が好きなの。腹黒い男が、鎌田、ははは。だからお前は黒いってこと、久保、そう、俺は黒いから。もちろん良い意味でですよ。久保は優勝したいと言っている選手もいっぱいいると思う。そういうんだったら、親善試合ですけどある程度は内容と結果をこの試合で示さないと、口だけになっちゃうと思うと力強く語った。これには鎌田も、竹さんの言う通りですと笑顔で同調していた。今も優勝目指すとか言ってる選手いるんだな。俺たちのサッカーを思い出す。本田のキャラに似ている同案と予想。久保のドイツ相手でも結果をきちんと残していかないと、口だけになっちゃうと思いますは、鎌田と同じく同意、当時のウッチーか。パスについてのこだわりとか、味方の選手についての評価とか、二人とも自分に厳しいからこそ他人にも厳しい。